今夜もジャッジ日和となりました。お疲れ様です。お疲れ様です。何本撮りですか。それ言っちゃいます。かなりですね。まあまあまあ。最近はなんか編集とかしてて、うわこれやべえなとかありました。のべの声の小ささですね。それは本当にすいません。聞こえねえっての。もう一回申し訳ありません。はい、もうね、本当に聞こえないんですよ。もうね、編集をね、こうするじゃないですか。ヘッドセットをこうしてね、ヘッドホンをしてね。流すんですよ、はい、そしたらねゴマの声がぶわってくるでしょ。だから音量下げるでしょ。だから次にノベの声が来たけんんってなって音量上げるでしょ。なるほどねはいはいはいって言った瞬間にゴマの声がぶわってくるでしょ。なんかすぎません。それです。まあ基本的に昼間時間あるとき昼間、そしてまあ夜中やるんですけど、はい、最近ちょっとね、いやでもこれ何ですか、あんま言わない方がいいかもしれない。いや言ったらだってもうやめた方がいいんじゃないんですかって言うもんね二人は多分。なんかまあ俺を心配して、いやもうやめた方がいいんじゃないですか編集みたいな。なら言ってください。うん、編集してるとね駄菓子ばっかり来るんだよね。そっちか。ということで、お前らが怖いと思う心霊写真を持ってこいのコーナーでございます。はい、ということで今日は僕は何も用意してません。はい、編集に追われております。はい、ということで今日はゴマとノベが持ってきたということで、はい、まあ紹介していきたいと思います。はい、早速いきますか。こちらですね。あー、なるほど。あ、手か。そうです。あー、はい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 、切れてるの、ね、これはもうそこだけ綺麗に本当に映ってないんですよ、先が。手をさ、事故とかでなくした人の手みたいにさ、こうちゃんと丸みをこう帯びてるというか、消えてんのかなこれ。あのさ、はい、俺だけかな、この手の消えてる部分にさ顔ない、なんかちょっと顔に見えるかも。見えるよね、うん、影かな。これ顔だよね。ちょっとアップにしますね。なんか口を開けて、そう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 、目目鼻口みたいな。でもさ、多分これ撮ったのは親御さんでしょ、きっと。嫌だよね、自分の子供の写真を撮った時にこういう写真が撮れるっていうのは心配でしかないだろうね。正直僕的にはカメラのあれとかじゃないのかな、わかんないけど、なんかうわ怖ではない。結構びっくりはするかな。まあね、うん、確かに。まあいいもんではないよね、気分がいいものではない。それこそ撮った親御さんたちはもう心配でしかないだろうね、とは思います。ということでじゃあ続いていきますか、はい、早速いきましょう。はい、続いてこちらです。外人の男の子かな、これは。わかります、これ。後ろか、犬？これ犬の足じゃない？自分的にはその人っぽく見えるんですけど。ちょっと待ってね。ちょっと皆さんアップしますね。どうぞ。いや、俺足でしかわかんないけど、足はまあ動物の足だよね、多分。なんか犬とかの後ろ足が透明になってるっていう風に。顔ってこのなんかあのライトがある右側？そうですね。から遠目から見たら見えるのかな？いやー、ごめん、顔の方はわかんないかもしれない。ゴマに関してはここに人が座ってるように見えるの、立ってるように見えるの。立ってるように見えます。この足はもう人間の足に見えるの。人間の足に見えます。もう本当に人間、まあ、あー、はい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 、はい、その男の子と同じぐらいの大きさの子供ぐらいの、まあ、薄い影みたいに見えるんですよね。あ、見方をそういう見方にしたら見えなくもないかもしれない。どちらにせよこれは確実に足だよね。っていうか、そして誰かいるよね。子供のさ近くってやっぱなんか出やすいらしいね。心が澄んでるから、幽霊も悪さどうこうじゃなくて、ただ一緒に遊びたいとか、楽しい空間とか、なんかこういう、だからよく子供だけしか見えない霊がいるとかっていう話も聞くじゃない。だからやっぱりその子供っていうのは、大人の僕らからしたら、やっぱり持ってないものを持ってたり、見えてない、僕らが見えてないものが見えたりするっていうのはやっぱり多いんだろうね。あ、でも俺は最初これやっぱり犬に見えて、なんかここの
家庭で飼ってたペットかなんかが亡くなって会いに来てんのかなっていう感じはしたんだけど、まあでもゴマが言うように見方をちょっと変えたらまあわからなくもないんで、じゃあ続いていきますか、はい、ではこちらバッグ、これだどっちが持ってきたの？これ自分です。わかりづらいかもしれないんで、はい、そのバッグの写真を拡大した写真送ってるので、うん、ちょっとそっちを見てもらってもいいですか？はい、じゃあ出しません、ね、どうぞ。あーこうなった、お前こういう時代好きだね本当に相変わらずね何恋人かなんかいんのこの時代にこの構図にしたらすごくわかる顔でしょ。バックに写ってる顔男の人だね。そうなんですよね。その写真高校の教科書に載ってる写真らしくて、へえ。人によってはやっぱり普通のバックに見えたり、うん、あるいは本当人によっては顔に見えたりっていう風に。あ、俺顔に見えたわ。え、これ何時代？何時代かまでは分からなかったですけど。いや、なんで手挙げてんだろうと思って。しかも後ろに兵隊さんいるよね。いや、だからその時代でさ、なんかいろいろ予想できたりもするんじゃない？例えばこれが戦争時代で、僕がこれを見てちょっととっさにパンって思ったのがユダヤ虐待とか、ユダヤ人のあのなんか迫害されてた時代のっていう時代の写真なのかなってちょっと思っちゃったりしたんだけど、まあ勲章っていうかこのあれをつけてないから違うのかなと思ったりしてるんだけど、でもまあその時代背景から見て、例えばまあこのね、そういう何かしらの時代で恋人だとか、いやでもこれを見ても何も見えないっていう人もいるっていうことか。まあやっぱ人によって見え方は違ってくるらしいです。なるほどね。本日はもう一枚いきます。はい。いや、こちらです。いや、これはね、もう印がついてるので分かると思うんですが、ちょっとこれのね、アップした写真がありますので、そちらを出します。どうぞ。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、目二つあるじゃん。え？え？しかもこれ、同じ目だよね、多分。似てますよね。いや、でも目の形が違うな。うわ、めっちゃえぐいね、この写真。なんなの？いや、上と下がね、同じ目なら、ブレてんのかなとも思わなくもないんだけど、これは気持ちは、ちょっと待って。どういう顔ですか？え、これ、女の人映ってるのわかる？え？影かな？俺にしか見えないが。じゃあその部分をちょっとアップにしますね。これ、女の人の、顔っぽくない？ここより上、ここなんか、うん、ここら辺をこう帽子かなんか被ってて、ここら辺が映ってる。この目元映ってない。いやちょっとこれ気持ち悪いね。いや俺一個しかないと思ってた目がもう一個あったのがちょっと最大にビビったな。いやこのさ、なんていうのかな、同じ目じゃないのが怖い。黒目の向いてる方向性は一緒なのよ。目尻というか、この目の形違うから、いやーこれはちょっと怖いな。ということで今回は 4枚持ってきてもらいましたが、いかがでしたか？心霊写真のコーナーってね、疲れるのよ、かなり。なんか体力というか持っていかれるもんね。精神がガッて削られますよね。いやちょっときつかったな、あの目は。で、目とかって今までの心霊写真も目が写ってるとかっていう写真あったけど、その目が合うでしょ、あれが嫌なのよ。いやまあね、じゃあ今回の心霊写真俺が決めていいですか？いやもう、はい、そら目ですよ。もうそら目ですよ。いやーちょっとあれは時代的に見て自分でどうか編集とか作るっていうのが無理そうな時代ではあったんで、本物なんだろうね。それかやっぱりカメラ的な何かしら原因があるのかっていうのも専門的なところは分かんないんだけど、やっぱりあれはちょっと気持ち悪いね。あ、そして、違う、そうなんですよ。リスナーさんからね、写真が届いてるんですよ。こういうの拾ってきました、みたいな。なので、まあまあ今後ね、そういうのを交えながら行きたいなと思います。この後もね、心霊写真、どんどん募集しておりますので、ぜひね、概要欄にあるメールアドレス、もしくはツイッターとかの DM にね、送っていただけたらと思います。はい。それでは、今回の、ジャッジワードをお願いします。はい。隣にいるチンチラの握りがうるさい。です。はい。
僕はチンチラを飼ってまして、はい、ガタ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 って網を噛むんですね、はいはい、餌やっても噛むんです、木を置いても噛むんです、あそこ大好きっぽいので、はい、ということで次回もお楽しみにお待ちくださいませ。では失礼いたします。